皆さんこんにちは。ですね、最近ね、釣りに行けてはいるんですけど、めっちゃ短時間で、まあ時間が空いた時にちょこちょこ行ってる感じでですね、ゆっくりこう1日とか半日とか、まあ1、2時間釣りすることができないでいます。でね、まあその中でも魚はね、結構こう釣れてはいるので、まあちょこちょここう釣れたシーンとかをね、今回は流していこうかなと思っています。まあメインにこう自分はこうクリークが多いんですけど、まあ久々ね、野池の方にも行って、まあいいバスも釣れたりして、まあクリークだとやっぱり最近ね暑いんで、流れがあるとことかシェードをね、やっぱりメインにこう点々と、まあピンでね探していくような釣りをしています。まあ、皆さんはどんな釣りをしてるかね、よかったら教えてほしいなと思うんですけど、まあそんな感じでね、今回まあちょこちょこまあ釣れたところをね動画にしていこうと思っていますので、まあよかったらね最後までご視聴の方よろしくお願いします。まあいつもとちょっと違うような雰囲気の動画になるかもしれませんが、最後まで本当よろしくお願いします。それではね、動画の方見てください。お願いします。釣りてえなあ。あれバスじゃね？うわー、しくったよ。あれバスだったよね、絶対。食った。よっしゃ。よっしゃ。めっちゃアフターや。いいバス、まあスキニーだけど、見て、ばっくりね、手長食ってるんですよ、口の中見えるかな、いいバス、丸のみね、ちょっとエビチックに、もうミエバスがいたんで、ボトムを通して、ちょんちょんとやったらね、一発、ステロットはもちろんアウトロー、あーよかった、まあね、もう一匹ぐらい釣れたらなと思います。バスでーす。はい、動画の途中なんですけど、バッテスからのお願いです。佐賀県はですね、リザーバがあったり、野池があったり、クリークがあったり、川があったり、バス釣りをする環境では非常に恵まれた県です。ですが、今現在、その恵まれた環境がなくなろうとしております。大きな問題点としては、路中問題だったり、ゴミ問題、そういったことで野池の管理人さんだったり、田んぼの方だったりが頭を抱えている状態です。こういうことが続いてしまうと、佐賀県で釣りができない環境ができてしまうので、当たり前のことを当たり前にできる、そういったアングラーでいることだけで守れるフィールド、多くあると思います。アングラーが一丸となって、自分たちのフィールドは自分たちのフィールドで守っていきましょう。よっしゃ、さ、久々のバス釣り。仕事帰りの短時間になるんですけど、久々ね、釣りに来ました。とりあえずね、今使ってるのがナメクジのミニ、ね、ちょっと流れがここあったんで、まあバスがやっぱりね、これだけ暑いと流れとかシェードとかにね入ってると思うので、それにしてもマジで暑い。釣られとるかもしれんけどね。どうかな、この流れの中にバスがね入っとってくれたら一番いいんだけど。送った、おっしゃー、回収で食った。うわ、まあまあでかいし、まあまあでかいよ。よいしょ、すぐ来たね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、危ない危ない。ああちょっと待って、開かんじゃうか。見ないで。何これ、よいしょ、よし、
くわ。よいしょー、でけー。はい、開始早々ですけど、めっちゃいいバス。50近い。まだサイズ測ってないですけどね。このナメクジミニで、やっぱりね、流れてるところにいた。結構、多分上とも結構あると思います。あー、このロット、そしてすごいね、アイベックスパワーあるし、全然ね、自分の方に寄せれた。当たりもね、取りやすくて、わー、よかった。久々釣れた、こんなでけえバス。最高バスです。はい、やっていきましょうと言いたいところですけど、今たった今ね、なんかボイルしたんですよ、そこで。ワンちゃん、ワンちゃんいるんじゃない？なんかボイルしたけどね。ああ、そんなことはさておいて。よいしょ。暑いね。暑い。とにかく暑いよ。よいしょ。マジで暑いよ。お、くっと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 。おっしゃ、マジでナメクジやばくね。開始速攻や。しかもでけえし。マジかよ。よいしょ、もういっちょ。うわー、やべえの来た。はい、開始速攻、開始速攻の50アップ、ナメクジ、そしてね、アウトローのね、ちょっと興奮します。アウトローのアーマードラン75H プラス、ビッグフィッシュ、マジでけ。開始速攻やばいね、見て、やばい。このバスすぎだろ。52センチぐらい。最高。ナメクジ第一ホールでね、石があるようなところでね、まあ投げてホールで多分食ったんだろうと思います。もしかしたら最初にボイルしたやつかもしれんけど。最高バスです。おさまーす。今日も最後まで動画見てくれてありがとうな。おすすめの動画はこちらになってるから、ぜひチェックして。せーの、ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。ウェーイ。